ゆうチャンネルにようこそ。今回の動画はですね、この前田んぼアートを見て、それの帰りに近くに公園があるということでですね、戸田川緑地公園、こちらの方へ行ってみました。目的はですね、こちらで、アンブレラ、傘のですね、天井から、ぶら下げてあってすごく綺麗なところがあるということでですね、ちょっとそちらの方を、見てまいりたいと思います。その前にですね、戸田川、緑地公園、こちらの方の、散歩をしながら、少し紹介をしていきたいと思います。まずですね、僕が止めたところは第一駐車場となっておりまして、ここにはですね、戸田川日だまり館、こちらの方があります。先ほどの、建物ですね、こちらの方を入った時にですね、三直広場みたいな感じになっていました。花壇にはですね、こうやっていろいろなお花が咲いてます。このお花は何でしょうね。こちらはもう、枯れてしまいましたが、紫陽花が咲いておりました。ちょっとした紫陽花園みたいな感じになっているみたいですね。こんな、枯れた紫陽花、僕は好きなんですけどね。来年は、ちゃんと咲いてる時に来たいなと思います。この感じもいいですよね。なんかドライフラワーみたいな感じの、やっぱあの紫陽花のドライフラワーとかいいですよね。こちらアナベルですね。ここの公園のアナベルはちょっと緑色になってまして、まだちょっと早いのかなという感じがしました。はい、こちらはですね、戸田川子供ランド、いろいろな乗り物があるみたいですね。あれなんか、高いところをちょっと動く乗り物かな。僕はちょっとダメですね、高所恐怖症ですから。これはゴーカードかな、乗り物広場。こんだけあると週末はもう子供連れがいっぱいいそうですね。ということでですね、ここは、戸田川になります。僕が来た途端に亀が川の中に入ってきました。竜宮城に連れてってくれるのかな。はい、こうやって歩いてきますと鳥がピーチクパーチクと、結構出迎えてくれます。これは桜の木かな、桜も咲くのかな。あの道路は名古屋第二環状線かな。名古屋って広いですね。はい、戸田川を渡ってですね、中央エリアに来ました。ここにですね、河津桜、河津桜が咲いてるあるんですよね。時期になると咲くのかな。これちょっと興味津々でしたね。こうやってですね、花壇には、綺麗なお花がたくさん、植えてありました。ボランティアの人かな、管理の人かな。こういうのはね、ちょっと嬉しいですね。パターゴルフがやれるみたいですね。こちらはさっき見た感じでは何か乗り物を乗るところかな。はい、ここの駐車場は午後7時に、閉鎖するそうですよ。カップルの方は気をつけてくださいね。こうやって地図を見るとなんかやっぱ広いですね、ここの公園。もう散歩するだけで1時間ぐらいかかってしまいました。
南地区がありまして、こちら中央地区、ファミリースポーツなどができるみたいです。あと北地区もありますね。中央の花壇にはこうやってまだ名残惜しく紫陽花が咲いていました。はい、こちらは芝生コーナーですね。芝生広場、週末や夏休みなんかになるとここはもうちびっこが駆けずり回るんですかね。この花は何でしょうね。ばったりと会ってしまいました。真っ赤なお花なんですけどね、僕これちょっと見たの初めてです。名前がちょっとわからないので、わかる方見えましたら教えてください。はい、こうやって歩いていきます。あれ、もうコスモスが咲いてるね。このコスモスかわいいね。あ、何何これ、ハート型だよ。これ何の花でハート型にしてあるんだろうね。ということでですね、フラワーセンターの中に入ってきました。ここにアンブレラがあるそうです。うわー、いろいろな色の傘がありますね。これ日が当たると下にその色が映るようになってるみたいですね。この花はアラマンダという名前だそうです。これは黄色くてまた可愛いお花ですね。傘と一緒に撮ってみました。わー、たくさんありますね。どの色が好きですか？好きな色あったらコメントお願いします。はい、入り口の方から再度入っていきます。両脇に、お花が、咲いてます。はい、こうやって歩いてきますと、中央に、女性の像があります。あの女性の名前は何というのかな。で、上の方に、傘がいっぱいあります。すごく綺麗でしたよね。まだ紫陽花もこんなに元気に咲いてます。外の方の紫陽花は学紫陽花が多いのかな。これなんかダンスパーティーに似たような感じですね。はい、出口付近にはですね、アガパンサスが、たくさん咲いてました。すごく綺麗ですね。はい、というわけでですね、今回は、戸田川緑地公園、名古屋市にある、緑地公園に来てみました。1時間ほど、歩きましたが、いかがでしたでしょうか。よかったら、コメント、高評価、また通知設定など、よかったらよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう。